株式会社テレビ朝日ホールディングスは日本の認定放送持ち株会社。2014年4月1日、株式会社テレビ朝日が称号変更、会社分割を行って開訴した。1957年11月1日に株式会社日本教育テレビとして設立。1959年2月1日に在京民放。 テレビキー局では3番目に教育専門局として本放送を開始し、1973年11月1日に教育専門局から一般総合局に移行した。1977年4月1日に称号を株式会社日本教育テレビから全国朝日放送株式会社に変更した後、2003年10月1日には称号を故障と同じ。 株式会社テレビ朝日に変更。2014年4月1日、テレビ放送免許、放送事業全般の業務を新設した事業主会社に承継し、称号を株式会社テレビ朝日ホールディングスへと変更。在京民放テレビ局5社の中では最後に認定放送持ち株会社へと移行した。出店、単位は100万円単位は100万円テレビ。 アサヒホールディングスの完全子会社。テレビアサヒグループ会社を参照。テレビアサヒホールディングス及び2014年3月31日以前のテレビアサヒ全国アサヒ放送の資本構成。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1966年3月31日1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日2008年3月31日2015年3月31日,年月31日2016年3月31日ありがとうございます。